こんにちは、サラリーマンです。結果発表やっていこうと思います。3月23日行われましたライジンランドマーク9 in 神戸のですね、結果発表、自分の予想したカードの結果発表と、自分の感想を、話していければと思います。はい、まずはチャンネル登録と高評価もですねお願いします。もう先にやろう、やることを先にやってからご視聴お願いします。お願いします。はい、お待たせしました。ちょっと1週間ですかね、今日は4月1日なんで1週間ぐらい経っての、感想とかになってますが、まあね、ライジンの公式 YouTube からも、ライジンランドマーク9の試合の動画がですね上がりましたんで、まあ、自分の感想を聞いてもう一回見てもらえると、こうね、ライジン人大会がこう何回もこすって、まあ、おもろい格闘技が見えるんじゃないかなと思いますんで、お願いします。はい、じゃあ、やっていきますか。まあ、そうですね、試合順から話してて、まあ、それと自分の、勝敗予想が合ってたのかどうかっていうところもね話していければと思いますんで、行ってみましょう。えい、まずは第1試合、中村優作 VS アルマン・アシモフ。これね、アシモフ選手がですね、右ストレートの出入りが超速くて、で威力もめちゃくちゃあるっていうところで、まあこういうファイターは中村選手きついんちゃうかなっていうところが正直あったんですよ。中村選手の2試合前かな、日比谷選手の前の試合が確か、それこそアゼルバイジャンの人とやったんですけど、それも出会い頭にバコーンもらって KO 負けしたなっていう一番印象があって、まあ、その、記憶といいますか、そういう印象が強かったんで、まあ、今回もこのアシモフ選手の右が出会い頭にバーコン入って、まあ、やられちゃうんかなっていう、まあ、自分は予想してました。では結構この試合楽しみにしてて、まあ、やっぱすごい、ね、新しい黒船来たなっていうところで、フライ級またかき乱されちゃうかっていうところはあったんですけど、まあ、ちょっとアルマン選手がですね前日に計量をしちゃいまして、まあ、ペナルティ付きの状況で試合をするっていう、まあ、ちょっとね気持ち悪い中での試合となりました。で、まあ、試合やっぱ始まって結構やっぱこう足元選手の右やっぱすごい速かったですね。すごい速くて、やっぱりこう予想通りになるんじゃないかなと思ったんですけど、やっぱりここは中村選手の熟練の技といいますか、まあ、右に対してこうジャブを合わせたりとか、結構その中村選手の何入りっていうか、向こうが入ってくるところにバッて合わせるみたいなところが結構がっちりハマってたんで、まあ、そこでこううまく優位に立って、中村選手が判定勝ちでしたというところで、ね、うまくこう戦ったっていうか素晴らしかったですね。うん、まあ、作戦がハマったなっていう感じがします。中村選手はこれで2連勝ってところですね。いや素晴らしい、生き残ったって感じが個人的にはしますね。うん、いや全然滑らないっすね、いいっすね。で、この試合は自分は、アルマン選手1ラウンド KO を予想したんですけど、まあ、結果は中村選手が判定勝ちっていうところで、いきなりハズレからのスタートとなりましたね。いやーこれはちょっと自分が中村選手をうまく見てましたね。すいません中村選手。はい、で、次ですね、次が2試合目キックボクシング、3試合目キックボクシングなんで、スキップして、4試合目、久保優太 VS 高橋洋吾の試合ですね。高橋選手は1からライジンに来てですね、まあ、カーフキックの、なんていうんですかね、本当、パイオニアじゃないけど、京次選手、堀口選手が朝倉海選手にやる前からずっとやってて、もうカーフキックの、もうなんか僕が勝手にカーフキックの鬼やと思ってた。ですけど、まあ、それがついにライジンデビューというところで、で K1 から総合格闘技デビューして、もう5戦目6戦目ぐらいの久保選手と、まあ、対戦するっていうところですよね。まあ、個人的にはこう高橋選手が総合格闘技といいますか、まあ、カーフキックもやりつつ、まあ、組の展開で久保選手をこう苦しめるような展開になるんじゃないかなと思っていたんですが、まあ、結構ね、久保選手のジャブとか三日月がめちゃくちゃ入ってて、まあ、こう終始ね、ハーフも何発か久保選手もらってたんですけど、
まあ、こう久保選手のやりたい距離で戦えてたなっていうところが結構まあポイントでしたね、今回の試合は。で、あとは結構こうタックル気味に入ってきたところに膝、久保選手の膝を忘れたっていうところがですね、まあ、そこも結構ダメージになってたんじゃないかなと思います。なんでこう組みつかせなかったっていうところなんかなっていうのが正直なところですね。まあ、ここは久保選手の作戦がバッチリハマった試合で良かったですね。久保選手強いですね、うん、かなりこう高い選手って結構キャリアもありますし、総合格闘技の歴も長いんで、まあ、結構しんどいんじゃないかなと思ったんですけど、ここはうまく戦って見事久保選手の判定勝ちでした。なあ、僕は正直こう高橋選手もっと強引にでも組みに行ってたら展開まだ変わったんじゃないかなと思うんですけどね、まあ、そこはこう久保選手がうまく組ませなかったっていうところが良かった、いい試合でしたね、はい。で、これが自分はですね、高橋選手の判定勝ちを予想したんですけど、結果は先ほどお伝えた通り久保選手の判定勝ちっていうところで、まさかの2連敗ですね。いやー調子悪い、はい、調子悪いです本当に。で、次が、貴健進選手とコーディ選手は予想してないんで、これもスキップして、まあ、貴健進選手良かったですね、ついに、ライジン初勝利おめでとうございますっていうところで良かったですね。なんか若干止めるのが早かったんちゃうかなっていう気もしたんですけど、まあ、結構ね貴健進選手押してたんで、まあいいんじゃないかと思いますね。で、6試合目金太郎 VS 大嫌いといや、これはドキドキしましたね。まあ金太郎選手が、まあ、どんだけこうね、まあ、昔のこう狂気的なと言いますか、ガン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 自分のペースを作っていけるかっていうところが、まあ、結構キーになるんじゃないかなと思ってました。で、まあ、大輝選手は逆に組みついて自分のやりたい寝技の展開で持っていければ、あ、もしかしたら勝つんじゃないかなっていうところが、見どころの試合やったんですけど、まあ、金太郎選手はやっぱパンチが良かったですね。大輝選手にこう何回か効かせてる場面もあってですね、うん、こう金太郎選手のパンチが見えてなかったんじゃないかなっていうところが、まあ、結構大きかったなと思います。で、まあ、3ラウンド目のダウン取った時はね、もうすごいこうぐわー前出ながら殴ってって動物的なところが見れて、僕は個人的にも大満足で、まあ、こう金太郎選手の良さがめちゃめちゃ出たいい試合でしたね、うん、いやなんか戻ってきたなっていう感じがするんで、またねこっからバンタム級の階段をね上がっていってほしいなと思います、はい。で、まあ、これで金太郎選手は4連敗からの脱出っていうところでね、うん、いやよかった、安心しましたね、はい。で、これはですね、自分は金太郎選手の2ラウンドを K 勝ちを予想したんですけど、まあ、判定勝ちっていうところでようやくここで的中っていうことになりましたね。いや良かったですね、こっちは3連敗食らわなくてよかったです、はい。で、あとなんか、まあ、これはあんま関係ないですけど、金太郎選手がむちゃくちゃお肌が綺麗になってびっくりしました。なんかお肌も白かったっすよね、肌白くてなんかすごいね、ダーマペンでもやったんかなぐらい綺麗な話題になってて、そこはちょっと僕は個人的にびっくりしましたね、はい。まあ何の話だって感じなんですけど、はい。ほんで次が柴田文紀雄也 VS 山本亜生っていうですね、これもフライ級の一戦となってますね。まあこれはですね、結構僕は亜生選手が、まあ、ガンガンいって、まあ組疲れてもフィジカルでベリベリ剥がして、まあ、なんか強引に打撃でいって勝つんじゃないかなって思ってたんですが、まあ、始まってみたら、まあ、最初はね結構やっぱアーセン選手が前で前でガン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 プレッシャー与えていって、まあ、打撃を当てていくっていうところで、で僕はあのアーセン選手の、ね、膝蹴りで勝つって予想したんですよ。で僕それで柴田選手がタックルにいた時に、アーセン選手が膝バーコン合わせてて、あ、やっぱこの展開になるよなと思ってたら、それはもうね、その首つくワンチャンスを逃さなかったところですよね、柴田選手が。もうそこからあれをやるとぐる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 ガシーってなって、見事膝十字での一本勝ちっていうところに
だってアーセン選手がこれ2連敗になりましたね。いやこれは難しかったな。いや柴田選手本当ワンチャンス逃さなかったですね。もうしっかりこう、まあ、若干僕はアーセン選手油断があったんちゃうかなと思いましたね。あんだけ前出てうまくこう打撃も当ててたんで、あそこをこう逃さんかった柴田選手はさすがやなっていう感じでしたね。でまあこれはもうほんまに、自分はアーセン選手が2ラウンドで KO 勝ちすると思ったんですけど、柴田選手が1ラウンド一本勝ちっていうところで、これまた外れですね。調子悪い、本当に調子悪いな。このランドマークはやばいな。これはきついですね。はい、で、次がですね、あ、そうですね、イゴール田辺選手とストラッサー選手の試合が組まれてたんですけど、ちょっとイゴール選手が結構オーバーしちゃって、この試合が飛びましたと。まあほんで、ストラッサー選手がねこうご挨拶するっていうところで、まああのケージの方に上がってきましたね。いや暑かった、暑いね、彼は暑いですね。めちゃくちゃ良かったですね、そのスピーチといいますか、えぐりせよらーっていうとはもうたまらんですね。いや僕こうね、イカれるキーチいいよね。いやストラスターキーチ好きですわ。なんかかっこいいっすよね。やっぱこうなんかこれ暑いのがもうなんかあんまないじゃないですか、しれっとこうスッとかっこなんていうんですかね、かっこつけるとか、まあ、クールなのがやっぱこう受ける時代に、まああいうちょっと熱いおっさんが出てきて、しっかりこうイゴール選手あかんぞみたいなところをね言えるところが僕はまあええと思いますね。でもぜひねスーパーライジン3ですか、出ていただきたいなと思うんで、ぜひほんまにこのイゴール対ねストラスターキッチはめちゃくちゃ見たいカードだなと思うんで、まあどんだけこうウェルターでイゴール選手ができるのかってところ、まあ、もしかしたらちょっと体重作るんが難しいんかもしれないですけどね、やっぱミドルの方が、ミドル級ですか、の方がいいんじゃないかなっていうところであるんですけど、まあこのカードちょっと見たいなと思うんで、ちょっとまたね難しいかもですけど体重作ってぜひ挑んでもらいたいなと思います。イゴール選手ちょっとね復活を、心から願ってますんで、お大事ですね。はい、で、休憩明けでレーナバーサスシンユリっていうところですね。まあシンユリ選手が、今回ライジンデビュー戦でボード韓国の、チャンピオン、韓国問題のチャンピオンっていうところで、格闘技的には2年分の試合なのかな、確かってやったと思うんですよ。ほんでまあ自分の予想は結構こう、まあレイラ選手の方が全然打撃が上で、まあ、三日月とか当てて勝つんちゃうかなっていうところ、まあ、聞かせて腹聞かせて勝つんじゃないかなと思ってましたね。ただまあ結構こうレイナ選手がね組み際の、膝とかあとロー三日月っていうところを中心に試合組んでいって、まあ、あとはこう前蹴りを使ってうまく距離取って戦ってましたよね。そこが結構こうレーナ選手のやりたい距離で戦えてたなっていう感じでしたね。まあなんかでも途中僕あこれ KO できんちゃうかなと思ったんですけど、そこがちょっとまあできなくて、なんかレーナ選手だったらどっかで僕ハラとか聞かせて KO で勝つんちゃうかなと思ったんですけど、なかなかできずで、そこはもう判定で、今回レーナ選手が勝ちましたね。ただまあ新ユリ選手もなんかもうちょっと正直できひんのちゃうんかなと思ったんですけど、リーチがこうやっぱ長かったりとか、あとワンツーが結構めっちゃ伸びててそこも入ったりしてましたし、で組もね意外に力強くて、で離れ際にこう組んで離れ際に肘バーンかますとかも結構良かったですよね。なんかそういう小技もしっかりできてたんで結構強いな意外にと思っていましたね。なんでこうまあもっとね距離取られたところに、まあ先ほど高橋選手も一緒ですね、距離取られたところに対してもうちょいしっかり組みついて、まだ離れ際に肘とかもうちょいしっかり言ってたら変わってたかもしれないですね。まあ、これはレーナ選手が判定で勝ったっていうところで、自分はですね、レーナ選手のすいませんレーナ選手の
1ラウンド KO 勝ちやと思ったんですけど、エゴラ・レイナ選手の判定勝ち、勝敗数的には的中。よし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 ですと。はいね、まあ石井由美選手またね来てほしいですね。おいで10試合目、井上直樹バス佐藤翔吾ね。いやもうこれはたまらんかったね。いやいいですね、もうすごいっすね本当にね。にわかがにわかじゃないかのセンターラインっていうのはあれもね結構こすられとって、なんか佐藤選手がいじられてんのめちゃめちゃおもろいっすね。いやよかった、うん、そういうのも含めて、勝負でしたね。これはよかったね。うん、やっぱこう井上選手は、まあ、今回のライジンランドマークはこう総じて距離、もう距離の取った方が勝つなっていうところが結構体現された試合が多かったんですけど、まあ、この井上選手佐藤選手も非常にこう距離、井上選手が距離を支配してたところが良かったですね、うん。まあ、佐藤選手はもうガンガン組んでいったろうと思ってたやろうと思うんですけど、まあ、なかなかそこをこう組ませずですね、まあ、井上選手の打撃が走ってましたね。多分組みに行こうとした時でも前にはおらんような状況をしっかり作れてたんで、そこが僕は良かったんちゃうかなと思いますね。でもこうある程度こう射程圏内といいますか、井上選手の射程圏内に入ったところで、あのストレートだったりとか、まあ、カーフしてこう佐藤選手が組みづらい状況っていうのをしっかり作ったところが、まあ、今回の勝敗を分けたところじゃないかなと個人的には思います。はい、でこの試合は井上選手が判定勝ちで、自分の勝敗予想も井上選手判定勝ちっていうところで、これは見事、いや大的中。よしよしよし、いいぞいいっすね。ちょっと普段ねこのメインカードになればなるほど調子悪くなるんで、まあ、しっかりここ取れてるのは僕も大きいっすね。はい、で、セミファイナル、武田剛志 VS 萩原恭平。これはもうね、いやもうえぐいぐらい悔しいっす。ほんまにもうめちゃくちゃ悔しいわ。ほんまにもう何回見ても悔しい。もうほんまに、武田選手はですね、まあ、今回からフェザー級にチャレンジしてですね、ライト級からフェザー級に転向しての、まあ、初戦がこの萩原 VS 武田選手なんですけど、で、まあ、萩原選手はね、アメリカに、まあ、武者修行しに行って、まあ、レスリングの、まあ、大学から高校から行ってですね、練習したりとか、まあ、アーチュレッタにその指南していただいて、いろいろ鍛え上げてきたんですけど、まあでもそのまず、まあいいポイントで言うと、やっぱ萩原選手のフィジカルが結構強くなったなっていうところで、まあケージ際でこう組まれて、まあいつものその何、萩原選手の嫌な展開に来たところでも、なかなかこうグラウンドに移行させなかったっていうところが、僕はなんか、ああ結構フィジカル強くなったなって思うポイントやったし、まあディフェンスも良かったですよね。こうバック取られても、いつもやったらこうバック取られて、そのままバックでこう、何、まあ、僕をこう殴られたりとか、もう何もできひんみたいな感じになって、ほんで首が締められたりとか、結構あったんですけど、バック取られてもしっかりこう正面向き返したりとかしてて、ああ、結構やっぱやってきたなっていうところが僕は感じれたんで、いや、萩原選手めちゃくちゃ伸びてるやんってすげえ思ったんですが、やっぱこう、ね、武田選手の愚直な組、屈辱なレスリング、こう男一貫なレスリングにやっぱやられましたね。くそー。まあね、まあ、こう僕は萩原選手がやっぱ結構ファンなんで、なんかこう萩原選手が負けたことばっかりにフォーカスしちゃってはいるんですけど、この試合をまあこう俯瞰的に客観的に見たですね、まあ、序盤にこう萩原選手が、まあ、膝蹴りがローブローに入っちゃって、ローブローになっちゃって、もうものすごいエグいローブだったんですよ。もうなんか武田選手も膝合わせ良かったし震えてたしね、で、まあ、その中でこう復活して、まあ、愚直に自分の組みついてってやってったりしてですね、で一回こう萩原選手が、まあ、どっかのタイミングで天下を決めた時があったんですよ。
武田選手の入りに対して膝をバコン合わせて、もうそれも多分めっちゃきつかったと思うんですよね。あ、これは今のこのローやられてる時にそれはきついなって思うやつあったんですけども、それでも全然ねしっかり組みついて萩原選手をもうねアリジョークに招き入れてですね、うん、やっぱここは武田選手の人間的な強さっていうところがかなり出たんじゃないかなと思います。まあでもこう萩原選手はもうなんか限界かもしれないみたいなこと言ったんですけども、そんなこと言うなってって感じですよね。ほんまに俺はもうやってほしい、もう全然いける。だって打撃もねめちゃめちゃやっぱこう武田選手に顔面当ててるとこもあったし、でまあ露骨にこうフィジカルの強さとか組のこのディフェンスとかもしっかりやってたんで、なんか全然他のもうちょっとなんかそのね、まだいけるよっていういやまだやってくれっていうところですね。うん、なんかこういないじゃないですか。まあね、勝ち負けは大事ですけどね、そのレコードの綺麗さっていうところはやっぱどうしても大事ではあるんですけど、あんなにこうあの魅力的なファイターって僕はもう稀有な存在だと思うんで、ほんまにぜひお願いします。もう一丁武田選手はねもうフェザー級ここからねダーって階段駆け上がっていくと思うんで、うん、まあそのフェザー級のやっぱ強い外人選手とかとどんどんやっていってほしいですよね。うん、まあトータルファイターとかでやったらそのレスリングやっぱ通用するのかであったりとか、レスリングが、まあ、得意のファイターとやった時にどれぐらい、まあ、ライトじゃダメだったところとか、が発揮されるかっていうところをやっぱ注目して見てみたいなっていう感じですよね。うん、いやどちらも期待します。はい、ではこの試合は、萩原選手が僕は2ラウンドで KO で勝つと思ったんですけど、まあ、武田選手の判定勝ちっていうところでハズですね。もうダブルショックですね。勝敗予想もハズすわ、萩原選手が負けるわっていうのでほんまにショックっすわ。はい、で、ラストメインですね、小黒聡志総裁バダス中村圭太郎っていうですね、ライト級の一戦ですね。中村圭太郎選手はウェルターから、まあ、ライト級に下げてきてですね、の初戦がこの聡志選手っていうところで対戦すると。で、まあ僕はなんかこう、やっぱ聡志、圭太郎選手が、まあどうしてもこう、寝技もできるし、あとは打撃がやっぱすげえ強いなって思ってたんで、なんかこう、圭太郎選手もしかしたら聡志選手に判定で勝つんじゃないかなと思ってたんですよ。で、あとはこうやっぱどうしてもその日のなんかメンタルっていうか聡志選手のメンタルに左右されるとこあるなと思ってて、まあどうなんやろうなっていう感じで、まあ、試合前は見て思ってたんですけど、あの入場瞬間の聡志選手の顔つきがもうなんかやったるぞみたいな動物的な顔というか、ライオンが狩りする前の顔みたいなのって、いや今日は 100% 勝つなみたいな聡志選手絶対勝つなこれって、もうその時にすごいハッとなりましたね。まあ、この後出しジャンケンで言うともしょうがないですけど、で、まあ、いざ始まってみたらもう打撃がめちゃくちゃ良かったっすね。もう何もさせなかったっす本当に。ミニストレートもえぐいぐらい伸びてて、やっぱ最後そのとどめさした右ハイですかね、やっぱ反応できてなかったですよね本当に。パコーン当たってガードの上かガード下のかな、まあ、ガードの上かその辺からバーンって右肺当たって、まあそのまま圭太郎選手倒れてパウンドアウトですよね。うん、いやーやっぱ強かったな、まさか打撃で勝つとは思わなかったんですけど、まあその何やろ、絶対こうなんかもう絶対勝つみたいな目がってなって、あ、もうこれはちゃうなってやっぱ表情の理由が、まあ、その後にこうで聡志選手の奥様をこう刑事場に呼び寄せてですね、プロポーズするっていうところで、ああだからかっていうか、もうこれやりたくて絶対この試合勝ったろうみたい なんか思いがあったんやろうなっていうような表情がもう見て取れたんで、いやー強い。まあなんで多分これで、グスタボバサスサトシが組まれるんじゃないんですかね。
いやー、それは楽しすぎるな。どうなんやろうな、めちゃくちゃ楽しみやな。うん、まあ、非常にやっぱこうライト級はやっぱ面白いですね。いや、よかった、いい試合でしたね。うん、まあ、ケイタロ選手もちょっとまあ残念な結果にはなったんですけどね。ライト級でもちょっと実際見てみたいですね。他の外国人選手とかやってるところ見たいんで、まあ、継続参戦してもらうところを狙ってますわ。はい、でこの試合は、僕は動画上ではですね、サドシ選手の一本勝ちを予想したんですけど、結果1ラウンド KO 勝ちしたんで、まあ、なんとか予想は的中っていうところですね。ギリギリ生き延びました。はい、で、まとめですね、勝敗予想がですね、8試合、全8試合勝敗予想してですね、的中が4で、ハズレが4なんで、まあ、勝率的には 50% になりました。なんとかね、負け越さずに済んだんで助かりましたね。はい、で、今年の2024年度の、まあ、通算成績がですね、現状予想した数が16、的中が9の、ハズレが7なんで、現状アベレージが 56%、まあ、なんとか半分ちょい上ぐらい残ってるんで、ここからね、まだまだ4月もですか、大会がありますんで、ここの勝敗の予想の的中率もガンガン上げてってですね、こうこのサラリーマンの予想が当たるよっていうところになんとかね持っていきたい。はい、いやー、よかったですね。皆さん、ライジンランドマーク9インコーはいかがだったでしょうか。いやー、あの試合良かったねとか、まあ、ブアカオ、木村もゆえみたいなあればね、あのワンワンコメント書いてもろて、僕とお話できればと思いますんで、ぜひぜひお気軽にご意見ご感想お待ちしてます。はい、それではですね、また、ライジン46がですね4月に開催されますんで、まあ、そこの勝敗予想もねどんどん上げていければと思うんで、チャンネル登録と高評価してですね、ぜひお待ちください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。